それでは聞いてください。オーバードライブ。
か踊っててすごく楽しかったし、なんかお客さんともメンバーともなんか一体感が出るような振り付けがこれからやっていくの楽しみだなって思いました。なんか振り付けの中に車とかバイクとかやるところがあって、なんかすごいあのもう目離せないようなダンスばかりなので楽しんでいただきたいです。はい、ライブで実際にやってみるともうすごい楽しくて、なんか本当踊ってても楽しいし歌ってても楽しいので、これからどんな曲にこう進化していくのか皆さんも楽しみにしていてください。今日は台湾ライブでの初披露ということでめちゃくちゃ緊張してたんですけど、皆さんが温かく見守ってくださったのでめちゃくちゃ楽しいライブができました。皆さんこの後のオーバードライブに皆さん注目してください。はい、私はですね、ちなっちゃんが振り付けたってことがたくさん、それまでの過程を見ていたので、どんな振りになるのかなっていうのが楽しみだったんですけど、一緒にできる振りが多いので皆さんと一緒にやりたいなって思いました。ありがとうございます。先生、今回は、はい、高木さんが先生させていただいて、高木さん先生でやってたわけですけども、いやー、なんか自分が振り付けするとね、緊張がね、増すよ。今日めっちゃ緊張したんだけど、でも振り入れの段階でもすごい楽しくメンバーでわちゃわちゃしながら振り付けできたし、ま、振りとしては結構みんなで簡単に踊れるキャッチーな振りが多くて、ま、2期の元気らしさとか、あとは歌詞のオーバードライブっていう、ま、ドライブなのでバイク運転してたり車ハンドル回してたり、そういう振り付けが入ってるので、みんなで一緒にこうやって同じ方向を向いて一緒に踊っていけたらいいなと思いますし、結構掛け声とかも入れやすい曲だと思うので、A メロ、B メロはこう名前読んだり、サビの恋愛も、青春も、こうやる場所いっぱいあるのでね、ぜひライブで盛り上げる曲にしていきたいなと思いますので、皆さんこれからもオーバードライブ一緒に作り上げ